ヒロヒロ探偵団。大江戸線深すぎでしょ。もし地震が起きたらどうするんだろう。東京は便利だ。何でもあるし、電車の本数も多い。地下鉄や私鉄、JR を使いこなせば短時間で行きたい場所に行けるのも魅力だ。まあバスはわからないけど。だからこそ不安になることがある。もし東京に大きな地震が起きたら地面に大きな穴が開きそう。考えるだけで鳥肌が立つ。東京にはたくさんの地下鉄が通っていて、その分地盤が弱くなっているんじゃないかとか、いろいろ想像してしまう。はあ、地震嫌だな。通勤に地下鉄を使っている私はそんなことを考えながら帰路に着く。その時だった。何あれ、お弁当？唐揚げ屋さん？いつも広場になっているところに1台のケータリングカーが止まっている。なんとなく気になって近づいてみると、気になるもしもを調査しますというボードが目に入った。お姉さん、もっと近くへどうぞ。うわ、かわいい女の子。そのケータリングカーに乗っていたのは探偵服を着た女の子だった。今もしもを考えていませんでしたか？どうしてそれを？探偵の勘です。さあ私におっしゃってみてください。そのもし今首都直下地震が起きたらどうなるんだろうって。なるほど、それは気になりますね。では早速調査してまいりますね。数分間お待ちください。はい。私がそう答えるのと同時に、辺りが白い光に包まれ、光とともに彼女は消えた。転移完了です。あ、ここは浅草でしょうか。さて、まずは物理的接触を無効化しなければなりませんね。どこだっけ。異世界で怪我をしてしまうと元の世界でどうなるか分かりませんので。わた異世界マスターガン起動。異世界マスターガンとは異世界でのみ使える万能アイテムだ。これを使えば人の記憶を書き換えたり、宙に浮いたりすることもできる。これで何かが落ちてきたり飛んできても大丈夫そうです。実質無敵状態になった数分後、轟音が聞こえ地面が揺れ始めた。地震だ。ママ怖い。しゃがんで大丈夫、ママが守るから安心して。今まで経験したことのないほどの大きな揺れです。目の前にあるものが全て大きく揺れている。踏切や電線、高層ビルに信号機、さらには東京スカイツリーが揺れているのも確認できる。ガラスの割れる音と悲鳴、古びた建物の壊れる音で耳が壊れてしまいそうだ。立っていられません。推定震度は7。浅草付近は古びた建物が多く、一瞬にして様々な建物が倒壊する。家にいて下敷きになってしまう人もいるだろう。昼だから分かりづらいですが停電しました。水も確認してみましょう。やっぱり断水しています。震度7の首都直下地震によってすぐに影響が出るのは電気と水道だ。停電してしまえば交通機関は一切機能しなくなる。そして水が出ないとなると死活問題だ。停電しているので道路も使えませんね。早速警察の人がやってきましたが、徒歩で移動するのが懸命でしょうか。次々と建物から人が出てくる。みんな不安そうな顔をしている。仕事をしている人もみんな歩いて帰宅を試み始めた。皆さんについていきましょう。交通機関が使えないとなると帰宅難民たちは歩いて帰るしかない。しかし東京には狭い間隔で建物が建っていて、一軒が火災を起こすとたちまち燃え広がってしまう。どうしよう、ここも火事ならどうしたらいいの。いつになったら家に帰れるの。うるせえ、わざわざ不満を口に出すんじゃねえよ。あなただって文句言わなければいいでしょ。うん、うるせえんだよ。困ってるのはみんな同じなんだよ。本震があってからも余震がたびたび発生し、火災で通れない道も多く、苛立ちからそこら中で言い争う声が聞こえてくる。ここは地獄でしょうか。子供が泣いている声に激怒する大人や、殴り合いをしている若い男性もいる。そして火災は時間が経過するのと同時にどんどん深刻になり、大きな音とともに竜巻状の巨大な火柱が上がった。50メートルほどの高さの火災旋風だ。これが一度発生してしまうと倒壊した家屋を燃やしながら勢いを増していく。大変です、ビル風で火災旋風の移動が早くなっています。特に都市部では火災旋風が発生するとビル風に煽られてより規模が大きくなる。これに巻き込まれるのは建物だけじゃない、立ち往生していた人も同様に巻き込まれていく。こんなことって。さっきまで喧嘩していた人たちはみんなものすごい速さの火災旋風に飲み込まれてしまった。物理的接触を無効にしておいてよかったです。その後も消防が消火活動を行うも全く追いついておらず、火災は広がっていくだけだった。さらに都市部を襲うのは火災だけではない。津波です。震度7の地震によって2メートル以上の津波が発生したようだ。東京の都心なら安心と思われがちだが、河川を遡って襲ってくるケースや、地下鉄を通って地下のショッピング街が浸水したりと、ありとあらゆる場所に広がっていくのだ。火災に津波、怖いです。最終的に火災で1万5000人が死亡し、建物の倒壊でも1万人が死亡した。お台場などは津波の被害で多くの人や建物が流され、火事場泥棒などの人災、そして食料の配給なども不足したり到着しなかったりと、い
いろいろな問題が発生した。ああ、これを報告しなければならないのですね。そろそろ報告に参りましょう。ただいま戻りました。ちょっと大丈夫？とても悲しいことが起きました。地震は悲しいです。こちらが映像です。これはひどすぎる。はい、たくさんの命が失われました。東京では川や地下鉄によって津波被害に遭うケースもあって、とても恐ろしかったです。生きるにはどうしたらいいんだろうね。場所によって対処法は大きく異なりますが、まずは常に冷静でなければなりません。冷静を欠いてしまうと恐ろしいことになります。そうだよね。でもいつかはこういう地震が起きるかもしれないんだよね。うん、私防災リュックとかもう一度確認してみることにするよ。いつ起きてもいいように。ええ、そうですね。生きるためには落ち着くこと、それを心がけましょうね。あなたも地震対策は万全ですか？地震はいつ起きるか分かりません。防災リュックの中身は劣化するものや賞味期限があるものもあります。防災リュックは一人一つ用意、中身は年に2回はチェック。まずは防災リュックの見直し、そしてハザードマップの確認、数パターンの帰宅経路の確認をしてみてくださいね。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では、次の動画でまた会おう。ミロミロ探偵団。